リブラはランチアが製造販売していた自動車である。デドラの後継車種として1999年9月にフランクフルトモーターショーにて発表された。ボディタイプは4ドアセダンとステーションワゴンの2種である。シャシーは同じフィアットグループのメガヒット作アルファロメオ156のフロアパンの流用で独自のサスペンションとエンジン構成、セーフティアボディ剛性感、 内装装備の質感や充実、そのスイッチ類や操作系の感触に至るまで徹底して煮詰め上級クラスのカッパをしのぐ内容を追求した。2005年には生産を終了した。日本ではランチアの正規輸入元が1990年代から消滅しているが、以前の正規輸入元であるガレージイタリーの手で少数ながら並行輸入された。 ガソリンは、直列4気筒 DOHC16 バルブの 1600cc103PS と 1800cc131PS、直列5気筒20バルブ 2000cc154PS。シリーズ中盤から直列5気筒20バルブ 2400cc154PS ユニットが追加。ディーゼルは 1900cc 直列4、気筒コモンレール直噴ターボ 105PS と、 2400cc 直列後気筒コモンレール直噴ターボ 131ps。内装基本デザインを手掛けたのは、ピニファリーナを離れた後ランチアにてジェントロスティーレを立ち上げ、デザインマネージャーとして、初代イプシロンのデザインをまとめたエンリコ・フミアであった。フミアはこのリブラもイプシロンと共通のデザインコンセプトでまとめ、特にフロントビューやリアのデザインは、 イプシロンとの整合性が図られていた。しかし、デザインに関して、ランチア首脳人と意見が対立し折り合いが悪かった。フミヤは、リブラの発表前に、ランチアを離れ、公認のマイケル・ロビンソンが、コンセプトモデル、ディアロゴスを企画し、そのコンセプトに基づいて、リブラのフロントマスクを中心にデザインを変更し、発表、今の姿となった。ステーションワゴンは、 テーマと同じデザイン手法を採用し、セダンのドア形状を変更することなく過失の追加を成立させている。また、フロントガラス上端からテールランプにかけての特徴的なシルバーのルーフラインは、テーマのステーションワコンのデザインを行ったピニファリーナの手法をそのまま踏襲している。このラインは、デザイン上のものだけでなく、水はけや水汚れの排除を効果的に行う機能を併せ持つ。 内装は、ランチアの定石とされるアルカンターラでの仕立てや、ポルトローナフラウの本革製のトリム、効果的に配されたウッドトリム、装備のスイッチ類にはエボナイトに酷似した素材などが使用され、合成に仕立てられた。ライブラは、リーブラに由来する。ありがとうございます。